ランキング100位以内を目指す理由とははい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。アメリカ女子ツアーの第26戦になりますね。久しぶりに来ましたクローガークイーンシティ選手権の組み合わせと、あと AI の優勝予想をまた行ってみたいと思います。日本選手は久々ですね、全員で8人が出場します。 まあ、エッティは出ません。はい。エッティは出ません。なぜかというと、日本女子オープンがあって、そちらに来週出ます。もう来週ですよ。日本女子オープン。そちらに出ていくのでね。まあ、日本にずっと残ってね、練習してるんじゃないでしょうかね。この大会はお休みとなりました。 で、この大会の一番注目する選手というのは、やっぱり1ヶ月ぶりに出場するしぶこちゃん。そしてランキング100位以内は目指したいモネちゃんと吉田優りちゃんですね。なんでなんで100位以内って言ってんの何言ってんの ?80 位以内でしょシード権はと。と怒ってるいらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、これね、まだまだ、あの、知らない方っていうのも多いみたいでね。 私が何度も言ってるからもう知ってんじゃないかなっていうふうにね、考えていたら、いや、全然知らないというふうに言われてしま、しまいましたのでね、もう一回説明しないといけないかなと思っております。で、組み合わせ行ってみたいと思います。まず、トップバッター。な、ゴルフだからバッターではないんだけどね、一応ね、トップバッター、吉田ゆりちゃんが出ます。13時間ぐらいの時差があるんですね。だから、明日木曜日の、 13足したら20時か。20時47分。まあこれぐらいからワウワウもスタートするみたいですよ。ライブ配信やるみたいですね。で、吉田優里ちゃん今ね、CME ランキング、アメリカのポイントのランキングが128位なんですよ。128位。もちろんまあシード権は80位以内です。ここを目指してほしいんですけども、この試合含めて多分4試合ぐらい出れるかな。多分ですけどね。 まあ、それ、それで上位に行ってね、180位以内、本当は目指してほしいです。でも、なかなかそういう簡単にもいかないレベルの人たちがいっぱい出るあの試合ですのでね。 日本、日本ツアーだったら、まあワンチャンあるかなとかってね、思うんだけど、このアメリカツアーでそんな簡単にはいかないよっていうのを何度も見せつけられているのでね、これはちょっと現実的にもこう厳しい感じかなというのは正直なところですね。今までこう、ボンと優勝争いに来たとか、いうのも一度もない吉田ゆりちゃんがいきなりここで来るかなっていうのは、応援してるんだけども、あの、ちょっと、 そんなに、こう、手放しではね、行くよなんていう簡単には言えないかなという、そういうレベルの高い選手たちがいっぱい出てる選手、あの、試合ということですよね。まあ、シード選手はね、あの、出場優先順位っていうのが、まあ、来季の出場優先順位っていうのは一番上のカテゴリー、一番目に来るわけなんですけども、それと、あの、優勝した選手っていうのはカテゴリー四番目に来るんですね、優先順位。 出場優先順位ですね。で、あの、カブツアー、エプソンツアーですけどね、これにトップ10に入った選手っていうのはカテゴリー9番目に入るんですよ。カテゴリー9番目です。今、馬場咲ちゃんが頑張ってますよ。ポイントのランキング19位です。賞金ランキングは21位ですけどね、あの、ポイントのランキング19位なので、今季からポイントのランキングに変わりましたからね、 ポイントでは19位なので、あとちょっと、15番目以内に入ると、まあ旧ス、旧スクール、旧シリーズね、あの、最終予選から受けられるんだけど、受け、受けなくても出れる順位に入るという感じなんですよね。で、シード権取れずに CME ランキング、ポイントのランキング、81位から100位までの選手っていうのはどうなるか。 これが出場優先順位のカテゴリー11番目に来るんですよ。今年のしぶこちゃんがこのカテゴリーからスタートしたんですよね。で、あの全米女子オープン単独2位があって、ドンとポイントの稼いで、今はもうシード安泰と、もう来季のシードは確定という順位におります。なので、この100位以内に入っていれば、 シード権取れなくても、出場する、まあ、できる試合っていうのは結構たくさんあるんですよ。なので、まず100位以内を目指してほしいかなと思います。カテゴリー11番目ですからね。あの、シリーズね、予選会を受ける選手よりもかなり順位が、あの、上になりますから、優先順位上になりますから。 ま、その予選会どうなるかっていうと、今は、今の段階ではね、原恵リ香ちゃんがもう最終から出れなくてももう二次予選からでも出るわ、というふうにね、もうだいぶ前から言っておりました。それと最近になって岩井姉妹がね、もう最終予選から出れるんで、これに受けますと。ね、Q スクール受けますというふうに発表しましたよね。この旧スクール最終予選で、 以前はね、トップ20に入るとカテゴリー14番目。さっき言ったシード権取れずにポイントのランキングが81位から100位までの選手っていうのはカテゴリー11だったんですよ。で、この予選会に出てトップ20番,20番に入るとカテゴリー14番なんですよね。カテゴリー14だから。あの、まあ、去年ね、吉田ゆりちゃんとか、あの、西郷まおちゃん受けましたよね。 それで、このカテゴリー14番目で今年出てるわけですよ。で、ちょっと今季から変わったんですよね。トップ20じゃなくなったんですよ。増えたんですよ。25位までになったんですよ。25位までに入ると、トップ25位までに入ると、このカテゴリー14番目で出れるよ、という感じになったんですね。で、まあ、その代わりね。じゃあ、予選会21位から45位までの選手、 は、あの、ツアーカードもらえたんですけども、カテゴリー15番目でね、入れたんですよ。だけど、入れなくなっちゃったんですよね。入れなくなったんですよ。これはもう、21位以降の人はあ、21位から45位までの人は、カテゴリー15番目だったんですよ。だったんですけどね。 今期から変わります。21位以降、あ25位までになったんで、ね、あの5、5番まで増えたんですよね。トップ20じゃなくてトップ25番,5番目になったんですよね。はい。25位タイまでになったんで、あの、26位以降の人たちはどうなるかっていうと、さよならです。はい。まあ、エプソンツアーから出れるから、エプソンツアーで頑張って、 その翌年に、あの、レギュラーツアーに上がれるように頑張ってくださいという感じの、あの、まあ、ツアーの、こう、規定が変更になったという感じですよね。で、まあ、エプソンツアー、さっきね、馬場咲キちゃんが頑張ってるって言ってましたけど、トップ10までだったんですけども、あの、トップ10はカテゴリー9番目ですけども、これは変わりないんですけど、カテゴリー10、あの、カテゴリーじゃない。 エプソンツアーの、まあもう一回言いますよ。トップ10、ね、入ってるとカテゴリー9番目です。エプソンツアートップ10はカテゴリー9番目です。だけど、エプソンツアーで11位から15位までに入った5人の選手。まあ、タイの選手も入れるからね。5, 5人前後になるかな。5人以上になるかな。まあ15番目以内に入ると、 CME ランキング、ポイントのランキング、100位以内に入れなかったランキング101位から125位っていう選手たち、この選手たちに、まあ、と同じカテゴリー15番目に入ることになったんですよ。だから、まあ、9シリーズね、去年まで21位から45位までの選手が、このカテゴリー15番目だったんですけども、それがなくなって、エプソンツアーの ポイントのランキング11位から15位までの選手と CME ランキング100位以内に入れなかった101位から125位までの選手。ここがカテゴリー15番目に入るということになったんですね。変わったんです。 で、順番としては、優先順位は、もうこれ、優先順位、あの、何位対位とかって、同率っていうのはないんですよね。まあ、必ず何かしらでこう決めるっていう感じで、順位が決められるわけですよ。で、順位としては、優先順位が上なのは、ポイントのランキング101位の選手が一番上です。カテゴリー15番目の、ポイントのランキング101位だった選手が、 一番上になります。その次がエプソンツアーで、あの、ポイントのランキング11位だった選手がその次になります。で、その次がポイントのランキング102位だった選手。で、その次がエプソンツアーの第12番目の選手。まあ、こういった選手たちがもう交互にね、あの、優先順位に格付けされるわけですよ。だから、今、吉田ゆりちゃん128位なんですよ。 で、125位以内に入れば、カテゴリー15番目ということになります。まあ、去年9シリーズでね、7位に入って、カテゴリー14番目だったんですけど、まあ、この128位ですから、今現在ね、125位以内に入れば、カテゴリー15番目ということになりますけれども、でも100位以内に入ると、その上に行きます。はい。なので、 100位以内に目指して、まあ、100位以内に入ればね、カテゴリー11番目ですから。あの、シリーズ受けて上位の選手たちよりも、まあ、かなり上なんですよ。だから100位以内にさえ入れば、旧シリーズとか、私準備してますと。ね、まあ、もう一回予選を、あの、予選会から出る、あの、準備はしてますと。言ってたけど、それに出る必要もないんですよ。だから100位以内に目指せる位置にいます。 これぐらいの順位の選手って、あの、一試合でも上位にトップ10とかに入ると、ボンと順位が上がりますんで、ね、分かんないんですよ。で、それだけの,あの実力は、まあ、兼ね備えていると思いますしね。それがいつ爆発するかもわからないし、うまくいかない、えー、今までのね、試合の、まあ、本人的にはね、納得いかない、あの、内容だったりもして、もっと頑張らなきゃ、もっと練習しなきゃ、もっとうまくなりたい。 っていうのもあったんでしょうけども、いつそれが爆発するかわかんないから。もうすごくいいプレイも見せてるところもあったしね。なので、100位以内を目指して、あの、頑張ってほしいなと。まあ、一番いいのは80位以内ですよ。もちろんね。シード権取るのが一番いいんですけども。100位以内でも十分、あの、かなり順位が上になりますので、ね、カテゴリー11番目になりますから、 あの、今年のしぶこちゃんと同じように、出場、あの、順位は上の方でね、試合出場は、こう、結構たくさん得られるということなのでね、まず100位以内、なんとか目指して頑張ってほしいなと思いますね。はい。まあ、シリーズ受けなくてもいいんだったらそっちの方がいいでしょう。ね。そしてその次に出るのがモネちゃんですね。韓国の二人、キム・アリムとアン・ナリーの二人と一緒に回ることになりました。 まあ、モネちゃんは今の現在の順位は91位です。まあ、体調崩して、それから途中危険もあったり、それから調子崩してなかなか出れなかったりっていうのもあったりね。今現在、まあ、詳しい状況はあまり詳しくは本人語っていませんですけどね、楽天の,の YouTube チャンネルとかに出てはいるけどもね、まあ、アメリカツアーの難しさなんていうのも語ってはいたけど、その 体の調子が悪かったり、どうのこうのっていう、そういうのはあまり多くは語っていませんのでね。詳しくはわからないけれども、一応ね、あの、日本のツアーにも出場したし、まあ、西村ゆなちゃんと同じね、まあ、そんなに上位ではなかったけど、なんとかこう、プレーはしていますのでね。だから、どういう状況なのかっていうのはちょっとわかりませんけれども、まあ、でも、 なんとか100位以内はね、さっき言ったようにね、100位以内は死守してほしいところかなと。シード権取れなくっても、逃してもね、シード権逃したってニュースになっちゃうかもしれないけど、そんなの関係ない。もうね、100位以内だったらもう全然、あのー、来季もね、出場試合がたくさん得られますから、ね、関係ないんですよで。メディアは騒ぐでしょう。もう、とうとうジャパンクラシックで優勝してね、 出場権を得た稲見萌寧が、シード権を逃すとね、あの、ニュース書きたがるんで、そんなん関係ないですよね。100位以内であれば出れるから。まあ、シード権、シード権ってね、まあ、メディアはうるさいけれども、私は100位以内に入っていれば全然問題ないと思います。調子良ければね、あの、まあ、楽にシード権取るような選手かなと。ね、この、日本とはちょっとと、 特徴の違う、あの、芝とかに慣れてくるまでには多少時間がかかるし、あとは、あの、何でも食べる子だったら別にいいんだけれども、もう、あの、西村ゆなちゃんみたいにね、もうジャンクフードだろうが何でも全、何でも食べますよっていうねあ、そういった子だったら別にいいんですよ。まあ、晩ご飯、あの、ウーバーで頼みましたって。ピザと、あの、レモネードを頼みました、ね。まあ、そんな食事でも全然もう入っちゃらと。 いう子だったら強くていいんですけどもね。そういう食生活がね、ちょっとね、あんまりご飯がっていう人はかなり厳しいと思うんですよ。ねえ、あの、西村いなちゃんウーバーでピザとレモネード頼んだらレモネードが1ガロン来ちゃってね。<laughs> 1ガロンって何リッター ?4 リッターぐらいかな。ねえ、1ガロン。ガソリンちゃうねんからってね、インスタに上げてましたけどね。 はい。ガソリンかなっていうぐらいの1ガロン来たんですよ。レモネードはね。あの、1ガロンパックみたいなのがあるんだね。アメリカにはね。さすがアメリカって感じだけどね。さすがに、西村ゆなちゃん、1ガロンは飲めないよね。<laughs> あの体でね。大食いの人とかでもね、背の小さい人いるけどさ。ね。もう妊婦みたいに食べ終わるとパンパンになるんでしょ、なんかね。アスリートがそんなことや,やらないからね。 まあまあ、それはいいとしてね。あの、モネちゃん100位以内は死守してほしいなと思いますね。調子は戻せば、あの、それなりの順位で回る選手だと思いますしね。はい。あと、西郷真央ちゃんですね。吉田ゆうりちゃんと共に、まあ、卓高校出身の先輩後輩がね、去年、旧シリーズ受けて、まあ、吉田ゆうりちゃんは7位。西郷真央ちゃんは2位で、まあ、出場権獲得と。 いうことだったんですけども。しかも今年ね、最後まおちゃん。まあ吉田ゆりちゃんは苦労してますけども、最後まおちゃんの方は、ルーキーオブザイヤーランキングトップをひた走っておりますのでね。今年、ルーキーオブザイヤー、もう、取るかなというところまで来てますね。しかも CME ランキング、ポイントのランキング、かなり上位に来ておりますね。 全米女子オープン勝った笹生優香ちゃんがランキング20位です。ポイントのランキング20位です。で、その上を行くんですよ。最後、真央ちゃん14位ですから。笹生優香よりも上ということなんですよね。で、しかもね、あの、まあ、この表に書いてある通り、スタートホール全部10番ホールの選手たちいっぱい書いてきましたけど、日本選手みんな10番スタートなんですよ。最後、真央ちゃんの裏で、 まあ、最後、まおちゃんの方が裏っていうふうに言い方されてしまいますけどね、普通だったらね。同じ時間帯で一番スタートの選手たちがなぜ、な、何、だ、誰がいるかっていうとね、ミンジー・リーと、ネリー・コルダと、アッタヤ・ティティ君、まあ、改め、ジーノ・ティティ君。この3人がもう注目組としてね、脚光を浴びると思われますけどね。その裏で10番ホールからスタートするのが最後、まおちゃんですね。はい。 まあ、パジャリーとかね、ライアン・オトゥルとかとか一緒だからね。まあ、それなりの選手がね、同じ組になりましたから。まあ、この中でも、まあ、順位は上ですからね。もう、圧倒してほしいなと思います。それから、西村稲ちゃんですね。西村稲ちゃん。まあ、日本のツアーにも参戦しましたけど、なかなかこう、エッティも言っていた通りね。 いや、アメリカでちょっと慣れているところに日本に帰ってきて、あれどうだっけっていうね。まあ、ちょっと感覚を忘れてしまっていたり、アメリカツアーの、あの、速くて硬いグリーンに慣れてしまうと、感覚がこう、その距離を打てばいいっていうのをこう頭で分かっててもなんかこうちょっとね、うまくいかないと。なかなかこう、アメリカの厳しい、あの、セッティングでね、 頑張ってきたんだけども、じゃあ日本でね、スコア出るかっていうと、なかなかそうもいかないと。ちょっと感覚のずれがあるというのは言っておりましたのでね。だからまた戻って、慣れてきた、あの、アメリカツアーの、あのー、コースでね、どれだけやれるかなという感じですね。まあ、マドセンとヤニツエンだからね、 いや、ヤニツェンも、まあだ、だ、だいぶ年は取ったけど、未だに飛ばすんじゃないある程度はね。まあ、だいぶ、あの、飛距離では離されるのかもしれないけどね。やっぱ自信なさそうだったわね。西村犬ちゃんは今ランキング62位だからね。まあ、シード権は大丈夫だと思うんですけど、調子落としてる今の時期に、まあ、ちょっとこの試合出ても、 どうなのかな予選通過できるのかなとかね、心配してしまいますけどね。日本でもあんまり成績振るわなかったし。でもスイング見てたらどこか以前のユナちゃんとは違う自信がなさそうな感じの振りはしていたなっていうのは率直な印象なのでね。もう曲がってもいいから振ってほしいなと思いますね。もうどうせダメだったらもう振れという感じで自分に言い聞かせてね、振って。 を飛ばしてほしいですね。まあ、あの、飛距離を伸ばそうとかっていうんじゃなくてね、最後までしっかり振り切るっていうのをね、頑張ってやっていただくと、ゆなちゃんはすぐに復活してくるんじゃないかな、というふうに思っております。はい。そして、ここから午後組になりますね。まあ、わワンわワンは映してくれないんじゃないかな、どっちなんだろうな、っていう。まあ、午前の方を初日は映すのかな、とかって思いますけどね。午後組。 ま、最初に出るのが勝みなみちゃんですね。まあ、勝みなみちゃんも、あの、CME、ームイランキング75位なんですよ、今ね。微妙な位置。ちょっと去年と同じような、ちょっと微妙な位置だなぁとね。危ないなぁ、これ、調子悪くて予選通過できないのが何試合も続くと結構厳しいぞ、という感じですけどね。まあ、去年同様、ギリ、シード権獲得なるかと。 っていう感じでしょうかね。でも、勝みなみちゃんってドカーンと上位で優勝争いするときっていうのもね、あの出ていきそうなゴルフするときあるから、まあ、3日間、4日間、あの、まとめてね、あの、スコアを求めて、あの、行くっていう感じのゴルフじゃなくて、こう、結構なジェットコースターになるときも多いんだけれども、まあ、優勝争いも、あのー、 この先出てくるんじゃないかなという気はしてるんですけどね。はい。そしてその次が、ナッサ、畑岡ナサちゃんと、レイクシー・トンプソンと、そして笹尾ゆかちゃんですね。この3人見て気づきましたね気づいた方は2ですね。はい。2021年の全米女子オープン、1位、2位、3位のペアリングになりましたね。 ま、三日目までレクシー・トンプソンが7アンダーでトップ。で、一打差で佐藤ユうちゃんがついていって。で、ナッサーはそうでもなかったんだけど、あの最終日に3アンダー出してね、追いついて。佐藤ユうちゃんが2つ落として。まさかのレクシー・トンプソンが最終日4つ落として脱落と。ね、優勝争いもう来るかなと。 いう感じの、まあ、レクシーでしょう、みたいな感じの <laughs>、あのー、ところだったんですけどね。で、まあ、さそうゆうかちゃん。あの時はまだフィリピン国籍だったけど、さっそうゆうかちゃんとナッサーの、あの、プレイオフが始まって、私その時忘れもしなかった。会社で仕事してました。もう、仕事が手につかないと。まあ、フィリピン国籍とはいえね、まあ、日本人とのハーフですから、 まあ私は個人的にね、笹優香っていう名前なの,なのでね。まあ優香笹ですけどね。まあ笹優香ですから。まあ日本人だと、この子は。だから日本人対決だと。どっちが来てもいいなという感じで仕事をしていて、そわそわしながらトイレ行って携帯をチェックしたりとかしてたっていうのを思い出します。2021年の話をね、していますけども。その時からね。まあなんとか。 あのー、この3人が、3人とも初日から飛び出してね、いいスコアで回ってくれると、ね、嬉しいなと思いますね。はい。そして、あのー、その間に挟まってますけどね、日本人選手の間に挟まってますけど、あその次は、リディア・コ、チャーリー・ハマさんとね、<laughs> ローズちゃん、ローズちゃんってこれ。 <laughs> Google の翻訳、ほんとダメだな。ローズがバラなのはわかるんだけどさ。私もそのままくっつけちゃったからさ。<laughs> ローズちゃんがバラになっちゃってるや。まあ、チャーリー・ハマさんはわざとですけどね。ローズちゃんはそのままはっつけちゃったからね。<laughs> はい。まあ、いいでしょう。まあ、わかるでしょう。ローズちゃんはね、あの、バラって変えてもね、わかるからいいや。ね、直さないでね、行きましょう。はい。 まあ、金メダリスト、リディア・コが入っているしね。まあ、チャーリー・ハマさんも <laughs>、チャーリー・ハルね。まあ、でも、まあ、注目組になるでしょう。午前組には、あの、ネリー・コルダーとかいるけどね。まあ、午後組は、こちらが、あの、多分、注目組に移るところかなと思いますね。でそして、ラストが、しぶこちゃん。日本人選手の中の、まあ、 ラストがしぶこちゃんですね。この間仲のいい木下彩ちゃんが60で回ったじゃないですか。12アンダー。まあこれで優勝して。まあしぶこちゃんもインスタすぐにアップしてましたね。12アンダー。えぐいって、みたいな感じのね。えぐいよね。さすがにね、12アンダーっていうのはすごいよね。ねえ。あの、だから、 別にこう簡単なセッティングっていうわけでもなさそうでしたしね。簡単なセッティングにしたから12アンダー出せるかって出せないよね。確かに。いやー、今度はしぶこちゃんの番だね。しぶこちゃんも優勝してちょうだいと。まあ、優勝できる選手ですからね。そろそろ、ね、もう3年目に入りましたから、そろそろですね。まあ、平場でも優勝争いっていうところまで行ってほしいかなと思いますね。 一発優勝したらまたね、渋攻撃場とかってね、またゴルフファンが湧いてね、あのゴルフ普段見ない人がまた、あ、また渋野ひな子って、あの、優勝したんだって、なんてね、あ、渋野ひな子ってまだいるんだ、みたいな感じでね、ゴルフ見ない方はね、あの、プレイしてるのかどうかも知らないような、あの、 よくわかんない。ゴルフあんまり見ないから、みたいな人たちもまた湧き出すという感じの、あの、ゴルフ界の、こう、貢献度の高い選手が頑張ってくれると嬉しいなと思いますね。どうなるかなはい。まあ、初日から飛び出してね、頑張ってほしいなと思います。はい。それでは AI の優勝予想の方行ってみたいと思います。まあ、10人挙げてくださいということで、 まあ、10人出してもらったんですけど、出ない選手とかもね、あの、出したりして、なかなか時間かかっちゃったんですけどもね。で、ようやく出る選手10人挙げてくれました。こちらです。ネリー・コルダー、リディア・コ、西郷・マオ、コウ・ジン・ヨン、ジーノ・ティティ君、渋野・ヒナコ、レオナ・マグワイヤ・レクシー・トンプソン、ジェニファー・チャン、ビアンカ・パグナン・カナン、ということです。二のしの、 私の優勝予想はね、まあ皆さんと同じですよ。まあ日本人選手誰でもいいから勝ってくれということが一番ですよね。まあ中でも渋子ちゃんが優勝してくれれば一番盛り上がると。もう日本の,あのゴルフ業界にとっては一番いいあの結果になると <laughs> いうことになりますのでね、渋子ちゃん頑張ってほしいなと思いますね。 皆さんの優勝予想なんかありますかね海外の選手、この選手好きだなっていうのがありましたら教えてください。このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、 試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね話のネタになる豆知識とかねランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね解説そういったのもありますのでよかったら見ていってくださいまあ時間ないから後で見るよっていう方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてください